料理に興味津々の女の子が親子で作れるイケてるレシピに挑戦。イケメシ。こんばんは、料理家の菅野直子です。こんばんは、榎本彩乃です。先生、もうすぐバレンタインですね。そうだね、今日はチョコを使った、せーの、こちらです。サクサク食感でやみつきになるコロコロ可愛いチョコパイ。材料です。パイシート4枚、板チョコ 50g など、ご覧の材料をご用意ください。では最初にパイシートを一回り大きくなるようにちょっと伸ばしていきます。で、2枚伸ばしてください。では次に伸ばしたパイシートを9等分に切っていきます。ちょっとくらい大きさ違っても全然大丈夫です。ここで今日のイケメシポイント。切ったパイシートに膨らみすぎないように穴を開けていきます。こんな感じでどんどん開けていってください。あやのちゃんもやってみてね。はい。こうすることで穴から空気が抜けてちょうどよく膨らむんだって。次に卵黄に水を入れて少し伸ばしていこう。そうしたらさっきのパイシートの半分に塗っていくよ。塗ったらその上に適当な大きさに切ったチョコを乗せていこう。たら今度は塗ってない方の半分のパイシートをかぶせていきます。下の方に合わせてあげてください。でかぶせて、1個かぶせたら周りをフォークで押し付けてはみ出ないように閉じていきます。こんな感じでどんどん作っていってください。お菓子作りって楽しいですね。え、あやのちゃんお菓子作り好き？はい。あ、よかった、楽しいよね。ノリノリのあやのちゃん、お菓子作りってワクワクするよね。そしてあっという間にすべてできました。焼く前に卵黄を上に塗ってツヤを出しておこう。そうしたら180度に予熱したオーブンでおよそ18分焼いていくよ。少しずつ膨らんできたね。はい、焼けました。じゃあこれを網の上に移してちょっと粗熱を取りましょう。はい。粗熱が取れたらお好みでペンタイプのチョコを湯煎して好きな文字や絵を描いていこう。あやのちゃんはなんて描くのかな。なんとなんと、嬉しいことにあやのちゃん KFB って書いてくれました。さあ味はどうかな。サクサクで美味しいし、中に入っているチョコレートも甘くて美味しい。美味しいよね。あやのちゃんお絵かき上手だね。すごい、 KFB って書いてある、顔もあるね。手作りだと気持ちが伝わっていいよね。あやのちゃんは誰かあげたい人いるの？お父さんとかお母さんにあげたいです。あ、いいね、すごい喜びそう。サクサクの美味しいチョコパイ、とっても上手にできたね。皆さんもバレンタインに作ってみてください。